メディアス FM スペシャルプログラム 83.4 メディアス FM 防災デー暮らしと防災チャンネル暮らしと防災チャンネルチャンネル。皆さんこんにちは。ここからは特別番組暮らしと防災チャンネル、お相手は千田出身のフリーアナウンサーで防災士の丹羽真由美です。1時間にわたってお送りしていきます。どうぞお付き合いください。さあ、この時間の暮らしと防災チャンネル、テーマは地域防災力を高めるためにでお届けしていきます。11年前の今日、2011年3月11日に発生した東日本大震災は、地域防災力の重要性が改めて認識された災害でもありました。東日本大震災のような大災害になると、行政による対応には限界があり、地域住民をはじめ企業、ボランティアなど民間の各主体が必須の担い手と期待されます。まずは自分の命は自分で守ること、そして地域で人々の命や生活を守ること、それが地域防災力の強化につながります。この番組では2018年の千田市の防災まちづくり講演会でも講師を務められました、名古屋大学減災連携研究センター強靭化競争部門特任教授の新井信夫さんをゲストにお招きしてお話を伺っていきます。新井先生、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ、新井先生はね、これまで何度かご出演をいただいておりますけれども、減災連携研究センターとメディアス FM がコラボをして制作しました、あの減災ソング、みんなを守る歌の作詞も担当されていらっしゃいますよね。作詞というほど立派なもんじゃないんですけども一応詞は書かせていただきました。はい、小さな子が聞いてもすぐ分かるというか、イメージしやすい歌詞になっていますよね。そうですね、気にかけたのはですね、はい、っていうか、まあ、どういうふうな詞にしようかなと思って考えて、まず思ったのは、はい、と言われたまんま動くような詩にはしたくないなと思って、小さい子供たちでも自分で自分の周りのことを見て、はい、どうしたらいいのか考えるような、歌にしたいなと思ったんですね。それで調べてみましょうっていうような、フレーズを最初挿入して、はい、で周りをよく見てね、危険なものはないかなっていうような歌にしてみた、はい、まあ、でもなかなか難しいんですけども、はい、防災を伝えるっていうことはですね、まあ、そのきっかけになればいいなっていうふうには思っています。そうですね。さあ、今日はですね、そんな新井先生に地域防災力というテーマでお話を伺っていきたいと思います。それではお聞きください。新井先生が作詞を担当されました減災連携研究センターとメディアス FM がコラボして制作しました減災ソング、東海市児童合唱団でみんなを守る歌。揺れてる間は事故して、揺れ
ス FM スペシャルプログラム、メディアス FM 防災デー、暮らしと防災チャンネル。この時間は名古屋大学減災連携研究センター特任教授の新井信夫先生をゲストにお迎えして、地域防災力を高めるためにというテーマでお送りしていきます。まずはですね、新井先生についていろいろお伺いしていきたいと思うんですけれども、まずはですね、はい、先生はどちらのご出身ですか？ですね、生まれたのは東京なんですけど、都会っ子ですね。はい、親が転勤族だったので、生まれて、そうですね、3つぐらいの時に大阪に引っ越しまして、はい、さらにそこからも転々として、基本大学を出るまで近畿圏でずっと過ごしてまして、で就職をして東京へっていうような感じ。はい、名古屋にはいつ頃いらっしゃったんですか？8年前、ね、はい、2014年の4月から名古屋大学でお世話になっていまして、はい、っていう状況であります。さあ、そんな新井先生ですけれども、はい、小さい頃はどういった子どもさんでしたか？そうですね、やっぱり自然が好きで、うん、理科に関わるような、はいはい、図鑑を眺めたりするのはとっても好きです。やっぱりそういうのは今のお仕事にも何かつながってらっしゃるんでしょうかね？そうですね、大学に進学するときに、はい、どんな勉強をしに行こうかなと思ったときに、はい、まあ地学っていうんですかね、分野でいうと、はいはいはい、地球のことを知りたいなと思って学部学科を選んだっていうような経緯がありますので、まあそういう意味では、はい、小さい頃読んだことものとかですね、あるいはその時に考えたことっていうのが影響を及ぼしていると言えるのかもしれないと思います。はい、特に小さい地震、人が感じないような小さい地震を観測するようなことを大学の後半はやってったようなことでした。そうだったんですね。高校出て大学入るとき、先ほども言いましたけど、はい、やっぱり自然のことに関わりたいなと思って、であとやっぱり地面が揺れるとかですね、はい、動くとかってとっても不思議だったので、そういうことを勉強したいなと思って進んだんですね。はい、でそれを勉強できてとっても楽しかったんですけども、まあそれをそのままお仕事にするっていうのはなかなか難しくて、はい、まあそれに近いようなことということを探して、やっぱりなんか防災に関わるような仕事とかですね、はい、あるいは建物を強くするとか施設を強くするっていうような仕事の方向へ向かってきたような気がします。はい、名古屋の方には8年前にねいらっしゃったということでしたけれども、はい、この名古屋大学減災連携研究センターに来る前はどういうお仕事をされていたんですか？はい、またそれもですね、はい、住処を転々としたのと同じように仕事も私転々としてまして、はい、そうだったんですね。はい、最初大学で地震の研究をやってたんですけども、はい、それをそのまま仕事にするっていうほど優秀じゃなかったので、いえいえ、最初はですね、はい、建設会社の研究所に就職しました。はいはい、で、まあ、土木構造物ですね、はい、堤防とか、ダムとかトンネルとか、そういうようなものが地震の時にどんな風に揺れるんだろうみたいな研究をしてたんですけども、はい、そこで6年か7年勤めた後に、はい、今度はコンサルタントっていうんですかね、シンクタンクって言った方がいいのかな、はい、なんかそういう会社に転職しまして、そこで被害を予測するとかですね、はい、情報をどうやったらうまく使えるんだろうかみたいな考える仕事をして、さらにそこで、まあ、お仕事を続けてる時に、はい、今緊急地震速報って言っている、はい、地震が起きたことを皆さんに伝える、これから揺れますよっていうふうに伝える情報を作るという話がありまして、はい、どんな風に作ったらいいんだろうとか、どんな風に人に伝えたらいいんだとか、でその情報って本当に人にとって役に立つ情報なんだろうかとか、はい、そういうことを考える仕事をコンサルタント会社で、まあ、気象庁の方と一緒にやるような機会、はいはいはい、じゃあ緊急地震速報の立ち上げに加わっていたということですか？そうですね、携われていた、はい、多数の人が関わってるんですけども、はいはい、まあ、その初期から関わっていたという意味では、その中の一人。ちなみにいつ頃からというと、はい、1993年、すごい前なんですけど、はい、世の中に出る緊急地震速報という形で世の中に出る10年以上前から、
検討は始めてたんですね、はい、そうだったんですね。でもやっぱりコンピューターが優秀にならないといけないし、うん、通信も速くならないといけないし、はい、今みんな携帯電話を持って生活できているので、はいはい、個人個人に伝えるってことが叶うわけですけども、はい、かつてはそんなことなかったんで、 そうですよね、その一つ前ってポケベルっていう時代があったり、はいはい、ポケベルってすぐに伝えようと思っても伝わらないんですよ実は、あれって実は30秒に1回データをポケベルの側から取りに行ってまして、あ、ですから30秒に1回のタイミングでしか情報を届けられないんですね。すぐには伝えられないんですね。そうだからその直前に地震が起こってくれていればすぐ届くんですけど、はいはいはい、その30秒、ね、ちょうど例えば30秒間に起こっちゃってると、うん、次にデータを取りに来てくれるまで待たなきゃいけない、ね、そうですね。だからその間に揺れがどんどん伝わっちゃってて、うんうんうん、あんまり役に立たないとか、うん、そんな実験をして、あ、やっぱりダメだねみたいなことを確認したりとかっていうのをしながら10年ぐらい経っちゃいました、はい、なんてことをやってたんです。でそんな仕事の途中で、まあ、気象庁に近いような気象情報を配信するような会社で緊急地震速報をどういうふうに出していくかっていうような実験をやることになって、はい、そこへ出向しまして、出向してたらもう帰るのがめんどくさくなってまた転職してしまいまして、はい、でそこで、まあ、そんな仕事とかあと防災の啓発ですね、はい、そういう情報ってどうやったら使っていったらいいんだろうみたいな、はい、啓発活動みたいなことをしていった時に、はい、なぜか名古屋大学からお声をかけていただいて、はいはい、でまた転職しちゃったっていうそんな感じです、はい、名古屋に来るべくしていらっしゃったというか研究はずっと一貫して地震に関わることをされてきたということですよね。そうですね。現在は減災連携研究センターでどういった活動をされていらっしゃるんでしょうか。先ほども言いましたけど情報って精度の情報、良い情報があれば人の命を救えるかっていうとそういうわけではなくて、うん、それを人がちゃんと理解しなきゃいけないですし、はい、その情報を受けた時にどう行動すればいいかって考えてなきゃいけないし、はい、またその練習もしてなきゃいけないんですよね、うん、はい、でそういうこと一連のことをどうやったら上手に理解してもらえるんだろうかとか、はい、と空振りも情報ってありますから、うん、そういうのをいとわず毎回毎回動いていただくためにはどうしたらいいんだろうかっていうような、はい、うん、まあ、そういうことについて取り組んでいたり、はい、まあ、そのための新しい研修のプログラムを開発したりとかですね、うん、ツールを開発したりというようなことをしていたりします、はい、あとは、うん、まあ、企業の方々と一緒にですね、まあ、地域が強くなるためには企業の方にも強くなっていただかなきゃいけないので、はい、企業が強くなるにはどうしたらいいんだろうかっていうようなことと、うん、物を作るとかっていう時に、まあ、いろんな会社が関わってきますので、はい、まあ、そういう企業群として強くなる時に考えなきゃいけないことって何だろうかっていうようなことを一緒に検討して、うん、まあ、整理するっていうようなこともやっていたりっていうそんな、取り組みを進めているっていうのが現状ですね、はい。さあこの後はですね、地域防災力とは何かということで新井先生に分かりやすく解説していただきます。メディアス FM スペシャルプログラム、暮らしと防災チャンネル、暮らしと防災チャンネル、特別番組暮らしと防災チャンネル、お相手は丹羽真由美です。この時間のゲストは名古屋大学減災連携研究センター特任教授の新井信夫先生です。さあ先生には地域防災力を高めるためにはというテーマでお話を伺っていくんですけれども、まずはですね、その地域防災力とは何かということを教えていただけますでしょうか。はい、地域防災力っていうのは地域で災害に立ち向かう力ということですね。防災の力って書きますから、はい、うん、で備える力っていうのと、はい、起こった時に対応する力っていうのと両方あると思っています、はい、うんうん、で備える力は被害をいかに少なくするかっていうこととまずそれぞれの人たちが個人ですね、それから家庭、はい、世帯って言った方がいいでしょうか、はい、そういうレベルで命を奪われないっ
ていうことを目的とした備えをしていただくっていうことが重要になってきますし、はい、それから被災した後ライフラインが途絶したり、それから物が、流れてこなかったり、物流が途絶したりっていうことがあるので、はい、しばらく自立して暮らしていけるっていう備えも必要になってくると思うんですね、はい、でそういう努力をしていただく、これ自助って自ら助けるの自助ですけども、はい、そういうことをやっていただくことがベースにはあるんですけれども、はい、一人ではなかなか難しいっていう方がいるのも事実なので、はい、得意不得意っていうだけではなくって、体に障害を持ってらっしゃる方っていうのもいらっしゃいますし、はい、それから高齢であるっていうことでなかなかこう自由に身を動かせないっていう方もいらっしゃるでしょう、はい、それから情報収集という視点からしてもですね、はい、SNS も含めてですね、いろんな情報をインターネットを介して取得できるっていう時代にはなってきてるんですけども、はい、そういうことが得意な人とそうじゃない人、うん、一人で立ち向かうことが基本とは言いながらも、はい、一人では難しいっていう方もいらっしゃるので、うん、それをご近所地域でサポートするっていうことも重要になってくると思います、はい、それが、共に助けるっていう共助っていう力なんですけども、はい、そういう自助をベースにしながら、はい、共助っていう人と人のネットワークを強くしていくことで被害を少なくするっていう力を蓄えて、はい、いざ起こった時にはお互いに助け合ってその怪我の程度を少なくするとかですね、うん、あるいは生活の苦しさっていうのを軽くするっていうような力を蓄えていく必要があるんですけども、はい、うん、それらを総合して今地域防災力っていうふうに呼んでいるっていうことですね、はい、今ね先生にもおっしゃっていただきましたけれども、この自助共助公助というのはですね、はい、私たちにも馴染みの深い東海市の偉人の細井編集先生が育てました名君の上杉鷹山公の思想だったとも言われているんですよね、はい、なんだかそう思うとより身近にねこの自助共助公助が感じられるというか、はい、私たちもね地域防災力を高めていきたいなというふうに思うわけなんですけれども、はい、東日本大震災のような大きな災害になりますと、はい、やはりその公助行政の部分というのがすぐに対応できないということは考えられますよね、と全てのことに行政職員が自治体職員が関われるかっていうとそういうわけではないっていう現実があります、うん、はい、すると全ての家庭のことを行政の人が知ってるわけでもないですし、そうですよ、ね、どこでどんな人がどんな暮らしをしているのか、うん、でどんなことに困っているのかっていうことについて全てケアできるわけではないので、はい、その辺は自分たちでの努力と地域での声の掛け合い、はい、うん、助け合いっていうこと、それから困っていることを行政に伝えてあげるっていうような役割も含めて、はい、地域の力っていうのは大事になってくるんだと思うんですね、はい、そうですね、公助の部分行き足りない部分が出てくると思いますので、はい、やはりその自助と共助が重要になってくるということですよね、はい、でその共助の部分が地域防災力、はい、イコールということでしょうか。そうですね、全て共助のところだけではないとは思うんですけど、はい、共助を中心にしている、まあ、地域の災害に対応する力を地域防災力っていうふうに呼ぶのがいいと思います、はい、ただ人がつながっているだけでは、はい、人それぞれがすごく弱いとですね、はい、結局助けてほしいっていう人がいっぱいになってしまって、ね、助ける側に回れる人が少なくなるっていうことは地域防災力がないことになってしまいますので、はい、やっぱり自助も大切ですし、うん、それから自助共助を育てていくっていう力は、はい、やっぱり公助に頼るところもあると思うんですね、うん、ですから共助すなわち地域防災力というふうに捉えるのではなく、はい、やっぱり地域に住む人たちみんなが集って頑張る、まあ、それが、地域防災力であって、はい、でその表に見えているのが人と人との絆っていうことなんだというふうに思います。その地域防災力を高めるためにというテーマで今日は、ね、お届けしているんですけれども、はい、地域防災力が高いというのはどういう状態のことを言うんでしょうか。隣近所の人たちがお互いに顔を見知っているっていうことですし、はい、うん、でどんな暮らしをしているのか、まあ、深いところまで立ち入る必要はないんですけれども、はい、例えば足の悪い人が
ご家庭にはいらっしゃるよねとか、はい、あるいは小さいお子さんがいるよねっていうようなことをお互いに認知していて、はい、でだからあそこにはこういうものが必要なんだとか、うん、こういう情報が必要なんだっていうことを相互に理解し合えているっていう状況が、まあ、地域防災力が高いという状況だと思うんですね、はい、でそれが網の目のように広がっていて、はい、で誰かが落ちこぼれるっていうのことがないっていうのが、うん、まあ、地域防災力が高いという状況だというふうに思います、はい、まあ、今は核家族化が進んでいまして、なかなかね、はい、隣の家の方がどんな人が住んでるかもわからないっていう状況も多いかと思うんですけれども、はい、やはり地域のコミュニケーションを取るネットワークを作っていくというのが一番の備えになるということなんでしょうかね。そうですね、やっぱり防災は挨拶からなんていうふうにも言うんですけども、はい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 、やっぱりお互いに、認知し合うっていうことが地域防災力を高めるあるいは強化する第一歩だと思うんですね、はい、最も災害に弱い人って誰かっていうとですね、はい、独身男性って言われてるんですよ。どうしてですか？若い男性って、はい、近くの例えば奥様方なんかに通り過ぎる時にも、はい、ほとんど挨拶しないし、あ、はいはい、それから冷蔵庫の中にはほとんど何もなくて、あ、そうですよね、うんうん、で近くのコンビニを自分の家の冷蔵庫だと思ってるみたいなところがあって、はい、つまり備蓄も何もしてない、災害のことなんて何も考えたことはない、はいはい、うん、それから地域の人たちと交流するなんてことも考えないなんていうのは、うん、で自助もない自助力もないっていうことなので、はい、災害に対して最も弱い人っていうことなんですね。うんうんうん、女の子だと、まあ、はい、そういうステレオタイプで語っちゃいけないんですけども、自炊をするっていう割合が結構高くて、はい、自炊してると自然と備蓄してることになりますんで、食材がありますから強くなりますし、そうですよね、はい、それから近くでお買い物をするっていう時にやっぱりお店の人とお話をするっていうことも出てきてくるので、はい、お互いに認知し合えるっていうような機会が増えてくるんですね、うん、で、どこが安いよとかどこがいいよなんていう情報、はい、そういうものっていうのを共有するっていうことから、まあ、お互いの生活ぶり暮らしぶりを知るなんてこともできるようになってきますので、はい、うん、そういうネットワークを張っていくっていうようなことが、まあ、そういうきっかけでできると地域防災力が高まっていくと思うんですけども、はい、なかなかそういうことをしないできない人だと網の目から落ちてしまう人になってしまうっていうことなんですけどね、はい、うん、さあ先生からはですね、防災は挨拶から始まるなんていうね、はい、言葉が出ましたけれども、さあこの後は過去の災害で浮き彫りとなりました地域防災の課題、そして全国で取り組まれている防災まちづくりの事例について伺っていきます。メディアス FM スペシャルプログラム 83.4メディアス FM 防災デー暮らしと防災チャンネル、暮らしと防災チャンネ ル特別番組暮らしと防災チャンネル、地域防災力を高めるために、防災士の私庭前美が1時間にわたってお届けしております。さあこの時間のゲストは名古屋大学減災連携研究センター強靭化競争部門の新井信夫特任教授です。先ほどはですね、新井先生に地域防災とは何かということで、地域防災力とはどういったことを指すのか教えていただきました。さあここからは地域防災の面で過去の災害においてどのような課題が浮き彫りとなったのか伺っていきたいと思います。先生、まず東日本大震災なんですけれども、まさにこの大震災は共助の部分の重要性が叫ばれた災害となりましたね。そうですね、ダメージが非常に大きい、うん、それからそれが広域にわたっているということで、はい、東日本大震災の時には、まあ、強い揺れに見舞われた後、はい、程なくして大きな津波がやってくるっていうことが起こったわけですね、はい、まあ、皆さん巨大な津波の映像、それからそれが町を破壊していく様子っていうのを何度もご覧になったと思うんです、はい、で、まあ、津波に立ち向かうっていうようなことは、まあ、人には無理なの で、 そうです、ね、やっぱり避難をする、うん、それも速やかに避難をする、はい、高いところへ避難するっていうことが求められたわけなんですけども、うん、その時に、まあ、地域の声の掛け合いっていうことが重要になってきたんですね、はい、津波が来るぞっ
ていう、まあ、津波の注意報とか警報というのは、はい、それまでにも何度もありましたし、はい、まあ、愛知県でももちろんあるわけなんですけれども、ね、出さないで被害に遭うのがいいのか、はい、出して何ともないのがいいのかっていうと、うん、やっぱり発表して逃げていただいてでも何ともなかったねっていう方がいいわけですよね。そうですよね。不意打ちを食らって大きな被害を受けるっていうことの方がやっぱり悲惨なことになりますから、はい、うん、ですから地震が起こって海の中で地震が起こって、はい、あ、これもしかしたら津波が起こるかもねっていう時には、はい、積極的に気象庁は津波注意報警報を出すわけですよ、うん、念のために逃げてくださいね、はい、なのでどうしても、まあ、空振りとまでは言わないですけども、はい、大した津波が来ないっていうことになってしまうわけですね、うん、でもいつかはそれが本当になってしまう。それが11年前の3月11日だった、うん、どうしても人って何ともないんじゃないの、だってこれまでも何ともなかったからって考えてしまいがちなんですけども、はい、うん、そういう時にいやそうじゃないよ、今度こそ本当に大きな津波がやってくるかもしれないよ、はい、とか、いやいつもと違う揺れだったから今度は本当に大変かも、うん、だから一緒に逃げようよっていうふうに声をかけて逃げられたかどうかっていうことで、ずいぶん被害の様相、それから被害の規模っていうのは変わってきたようなんですね、うんうんうん、で、まあ、亡くなられた方の声を我々も聞くことはできないので、はい、本当にどうだったのかっていうことはもう類推するしかないんですけれども、うん、はい、生き延びられた方の声を総合すると、はい、近くの方、その一緒に逃げるっていうことを選択をして一緒に頑張って逃げようよと、本当に大丈夫なんじゃないのなんていう人も巻き込んで逃げるようなことをした地域っていうのはやっぱり助かってますし、はい、それから、まあ、支援が必要な人、はい、介添えをしてあげなきゃいけないような人にしっかり声をかけて一緒に逃げてくださった人っていうのは、うん、やっぱりその世帯も含めて助かっているっていうことが起こっているんですね、はい、ですからついつい大丈夫じゃないのと思いがちな人に、はい、重い腰を上げてもらうっていう意味でも、うん、地域の力ってとっても大切ですし、はい、それから一人で逃げられない人っていうのも地域の中にはいらっしゃるわけなので、うん、そういう人に手を貸してあげて一緒に逃げるっていうことで被害を少なくするっていうこともとっても重要なことだと思います、はい、まさに地域の声かけ、地域防災力がその生死を分けたと言っても過言ではないという状況ですかね。はい、もう一つ冗長になってしまうかもしれないんですけど、はい、しっかり声をかけて逃げた方で、うん、さらに犠牲となってしまった方も実はいらっしゃって、あ、そうなんですか。というのは、はい、あんなに大きな津波が来るとは思わなかったっていうこともあるんですね、はいはい、と災害は例えばハザードマップみたいなものが配布されていますので、はい、それをイメージしてそのエリアを外に出ればハザードマップに示されている危険を回避すれば大丈夫っていうふうに考えて、はい、それは別にその方にとっては悪いことではないっていうか、うん、その人に責任は全くないんですけれども、はい、そうやってとどまっていてでもそれを超えるような災害に見舞われてしまって命を落としたっていう方もいらっしゃったように伺っています、はい、でそれをまあ回避することってなかなか難しいんですけれども、はい、過去の災害のイメージにとらわれてしまわないっていうことも重要だと思ってまして、うん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 、そういうこと、まあ、先ほどの、まあ、今度も大丈夫じゃないっていうようなことの延長線上にあるわけなんですけども、はい、今度もこの程度なんじゃないのっていうようなことを避けることも重要で、はい、そのためにも一人ではなく複数の人がいや今度こそ危ないかもよとか、はい、今度はもっと危ないかもよっていうようなことをお話し合いしていただくっていうことは重要なことになってくるんじゃないかなっていうふうに思ってますね、はい、まあ、そういう意味でも地域の力っていうのは重要ではないかというふうに思っています、うん、熊本地震では関連死というのがとても取り上げられていました。はい、そうですね。熊本の地震ってまだ記憶に新しいところなので、はい、皆さん覚えてらっしゃると思うんですけども、本当に強い揺れが熊本市から阿蘇にかけてのエリアに襲ったんですね、はい、でその強い揺れに見舞われるっていうことが、まあ、立て続けに2度あったんですけども、はい、でかつ余震がたくさん起こったんですが、その強い揺れ2度が直接の原因で亡くなった方っていうのは、まあ、50人、それに対して、その後の生活がなかなか苦しくて
あるいは難しくて亡くなられた震災関連死って言われる方っていうのは、その5倍を超えてですね、250名を超える方がいらっしゃるということなんですね、はい、せっかくその強い揺れ地震を乗り越えたにもかかわらず、その後の生活の過程でですね、はい、命を落としていくっていう方がこんなにも多いっていうことは、はい、やっぱり我々もしっかり受け止めなきゃいけないと思いますし、その時こそ、地域の力を駆使してですね、はい、そういうふうに命を落としてしまう方を出さないようにっていうふうにしたいというふうには思います、関連死で亡くなった方が、直接的な地震の影響で亡くなった方よりも5倍もいらっしゃる、はい、ということなんですけれども、具体的にどういったことがこの死因につながってるんでしょうか。そうですね、いろんなケースあるんですけれども、避難所という場所での生活がなかなか難しいっていうことが挙げられます、で、そこの環境がやっぱり、そもそも暮らすために作られた場所ではないので、そうですよね、体育館っていうところは、ですから衛生状態も悪い、それから運動不足になりがち、それは被災してしまったという心理的な影響もあるんですけれども、ついつい何もしたくなくなってじっとしてしまうというようなことがあります、でバランスの良い食事っていうのも当初はなかなか取れないっていうようなこともありますし、トイレの問題があってですね、上水道下水道が壊れていると、仮設トイレのようなものを使わなきゃいけない、そうするとなかなか綺麗なものではないので、そうですね、ついついその我慢してしまう、そういうようなことがもろもろ重なってですね、体調を壊していくっていうようなことが起こってしまうんですね、と生活不活発病って言って体の機能が衰えていくとかですね、運動不足が講じると血栓ができるっていうのは、エコノミークラス症候群なんていう、そういうような症状で亡くなるっていうようなこともたくさんいらっしゃったというふうに聞いています、でそれはそれこそ声をかけるとかですね、一緒に運動しようよとか、もっと水飲んだ方がいいよとか、そういうようなことで回避できる部分はかなりあったと思います、それからたくさんの人が狭いスペースに寄り添って生きるっていうことになると、やっぱりストレスがたまるっていうことがあって、そのストレスで心を病んでしまって命を絶つっていう人もそれなりの数いらっしゃったということが課題として挙げられているんですね、避難所の運営っていうのはなかなか行政サイドも深くは関われないので、そこに集った人たちで運営していくっていうことになってしまうわけなんですけれども、そうすると地域の役員さん、町内会とかですね、そういうところの役員さんなんかがその矢面に立って、こういうことをなんとかならないのかとかですね、これはどうしてくれるっていうようなことをこう矢継ぎ早に要求されるんだけども、なかなかそれが解決できない、それですごく負担に感じてしまって、それが体調を崩していく原因にもなったっていうふうにも言われてますし、どうでしょうかね、やっぱり普段の生活ができないっていう時間が長いっていうことで体調を崩していく、持病が悪化するということも含めて健康を害して命を落としてしまうっていうことにつながるっていうことが多数起こってしまったっていうことなんだと思います、これまでですね、東日本大震災ですとか熊本地震お話伺ってきましたけれども、やはり地域防災力、地域の声かけというのが重要だなというのはひしひしと感じました。そこでこの地域防災力を高めるために、ぜひとも参考にしたい地域のネットワーク構築、どこかありますでしょうか。そうですね、総務省消防庁というところが、防災まちづくり大賞っていうのを、毎年発表してるんですね、今年もついこの間発表になったところなんですけれども、そこでは、地域でですね、こんな取り組みをしてこんな風に私たち地域を強くしてますよっていう事例を紹介しているおりますので、例えばそういうところをちょっと覗いていただいて、参考にしていただくのがいいのではないかなというふうには思うんですね、でそのベースにあるのはやっぱり継続して町を強くするっていうことに取り組んでいるっていうことだと思っています、で、今町内会っていうのに入っている人の割合って徐々に少なくなっていたりするんですよ、それから町内会長さんっていう役員の人、なり手がいないので、
毎年交代するなんていうことが起こってるんですね、うんうんうん、そうすると何か災害に対する取り組み、まあ、訓練だったり、はい、何か、一緒に考えるような勉強会だったりってしようと思っても、うん、1年で人が交代してしまうと、はい、続けていくってなかなか難しいですね。そうですね。それから積み上げていくっていうこともなかなかできないっていうことになってしまいます、うん、それだとなかなか強くなれない、はい、ネットワークを強くできないっていうことにつながると思うんで、うん、多くのケース、まあいい事例、表彰されるような事例でベースにあるのは、はい、町内会とか学区、はい、継続して防災のことを企画している集団っていうのが存在してるんですね、はい、うんうんうん、でそれは町内会の役員さんとかとは別の組織で存在しててですね、うん、と企画運営に特化した集団を持っていて、まあ、ブレーンのようなものを持っていて、はい、でその人たちが地域をどう良くしていくかっていうことを継続して考えて、うん、で取り組みを進めているっていうケースが多いようなんですね、はい、でそこには働き盛りの世代、高齢のリタイアした人ばかりではなくて、はい、働き盛りの世代もしっかり関わっていて、うん、小さいお子さんを持ってる親たちとしてはどうするのがいいんだろうとかですね、はい、地域の企業の人たちにも入っていただいていて、うん、企業の力も借りながら強くするにはどうしたらいいんだろうっていうようなことも考えていたりしますので、はい、既存の組織体系にあまりとらわれることなく、はい、まあ、新しい血を入れながらですね、いいアイディアをちゃんと拾い上げていって継続して取り組めるっていうような体制を作っていくっていうことが地域防災力を高めていく重要なポイントではないかなというふうには思っています。さあ、この後はいよいよ重要となります地域防災力を高めるために必要なことを新井先生にお伺いしていきます。メディアス FM スペシャルプログラム、暮らしと防災チャンネル、暮らしと防災チャンネル、特別番組暮らしと防災チャンネル。この時間のテーマは地域防災力を高めるためにということでお届けしております。ゲストは名古屋大学減災連携研究センター特任教授の新井信夫先生です。さあ先生、ここまで地域防災とは何か、そして過去の災害で浮き彫りとなった、はい、地域防災の課題などを伺ってきました。ではここからはですね、これまでのお話を踏まえた上で、その地域防災力を高めるためにはどうしたらいいのかということを先生に詳しくお話を伺っていきたいと思います。先ほどもね、お話にありましたけれども、地域には自主防災組織というものがありますよね。まずこの自主防災組織について簡単に教えてください。まあ、多くの場所で町内会とか、あるいは小学校区ぐらいの単位で、はい、立ち上げられている、ものでありまして、はい、まあ、地域住民が地域の防災活動のために取り組むっていう組織で、まあ、ほぼどこもが、町内会と表裏一体の関係にあるんじゃないかというふうには思います、はい、地域での活動を、まあ、下支えする組織というふうに言っていいと思いますね、はい、役割としてはどういったものがありますか。災害発生前の話で言うと、はい、備えをしっかりしていきましょうねっていうようなことをお互いに、まあ、認知し合うようなこと、それから災害を想定した訓練をするっていうようなことが自主防災組織の役割だと思いますし、はい、災害が発生した後で言うと安否の確認をするとか、避難所の運営をする、それから物資が配られてきた時にはそれをみんなに配ってあげるとか、うん、そういう情報を届ける、何か支援が、行政の側から行われるってことになると、そういう情報がみんなに届くように、はい、まあ、仲介の役を担うっていうようなことが自主防災組織の役割だというふうに思います、うん、はい。さあ、その自主防災組織なんですけれども、私ですね、ちょっと気になるデータを見つけました、はい、総務省消防庁の2019年のデータなんですが、自主防災組織の団体数は増えているのに対して、防災訓練などの防災啓発活動は減っているという
ねじれ現象が起きているというデータ、新聞記事を目にしました。あの2019年といいますとコロナ禍本格する前ですので、活動率が減っているというのはちょっと気になりますよね。どういったことが考えられますか？自主防災組織っていうところの役員も町内会の役員の方が兼ねてるケースが多くあるんですね。そうすると毎年のようにその自主防災組織の、まあ、コアのメンバーっていうのが変わってしまうので、はい、継続して取り組みが進められないっていうことがあるんだと思います。はい、でとなかなか新しいことができないので参加者も、まあ、また同じことかっていうことで、うん、地域の人たちにも新鮮味がないので、はい、参加する意欲は湧かないとかですね、うん、そういうことが、まあ、継続して起こってしまってと徐々にその活動が停滞していっているっていうのが現状なのではないかなというふうに思います。はい、今はまたさらにコロナ禍に入ってしまいましたんで、はい、さらに減っているという状態かもしれないですね。そうですね。あの避難所の運営を模擬的にやってみるなんていう訓練をしたくても、はい、なかなか集まれないとかですね、まあ、そういうことがあるとは思います。はい、まあ、今先生もお話ありましたけれども、避難所の運営というのは私たちあの行政がやってもくれるのかななんて思っていましたら違うんですよね。はい、私たち地域住民が自主的に行うということになるんですよね。そうですね。行政組織、自治体、はい、最寄りのお役所の職員の人の数ってすごく限られていますので、はい、全ての避難所に職員を派遣するということになってしまうとですね、うん、じゃあ災害対応の中枢を担う人っていう人がいなくなってしまうんですね。はい、でそういうこともあって避難所立ち上げの時には立ち会ってくれたり、はい、アドバイスはしてくれるとは思いますけども、はい、運営そのものっていうのはそこに集った人たちでやるっていうことになっていくと思います。はい、そこはですからそういうものなのだと、うん、自分たちでやらなきゃいけないんだっていう認識をまずは持っていただきたいと思いますし、うんうん、そうだとするとじゃあ何が必要なんだろうとか、どういうふうにやっていったらいいんだろう、うん、どういうルールの下で運営していったらいいんだろうっていうことを事前に考えておいていただくっていうことが重要になってくると思うんですね。はい、地域防災力そこに関わってきますよね。まさにそうですね。あのいろんな方が暮らしていますし、うん、それは事例のところでも申し上げましたけれども、はい、体に障害を持った方も避難所にやってくるってことになると思います。はい、それから炊き出しのようなことをするという想定をしたときにですね、うん、皆さん同じものを食べていればいいかっていうとそういうわけではないですよね。そうですよね。アレルギーを持った人っていうのもいます。はい、それから硬いものが食べられないっていう人もいらっしゃるかもしれません。はい、そうするとどういう人たちがそこにいるのか、うん、どういうことに配慮しなきゃいけないのかっていうことを考えなきゃいけないですね。はい、で対応も誰がどうやってやるのかっていうことを実践しないと、うん、はい、それこそアレルギーの問題なんていうのは命に関わることでもありますから、はい、うん、どういうふうに運営していくのかっていうのは非常に重要な課題だと思います。そうですね。先生、私、はい、あの小さいまだ1歳の子がいるんですけれども、はい、その炊き出しがまだ食べられないんですよね。はい、そうなるとそういう小さかったり高齢の方は配られたものを食べることができないっていう状況もありますからね。そうですね。うん、あの小さいお子さん、今あの庭さんのところにいらっしゃるの方ってまだミルクを飲んでいらっしゃるのかもしれない、はい、と思いますけれども、哺乳瓶とかですね、うん、それからミルクって粉ミルクっていうのを、はい、例えば備蓄が仮にあったとしても、はい、煮沸消毒できないっていうようなことも起こるかもしれないですね。うん、はい、それから水も潤沢になければ、はい、粉ミルクがあってもそれを溶かすっていうことができないかもしれないですよね。ですからそういう人たちがいる、はい、じゃあそれは、自助努力で賄うのかっていうと、まあ、初期にはそれはお願いしたいところではありますけれども、はい、それが長期に及んだ時ってなかなか自分のところに備蓄してあったものだけでって難しいかもしれないと思います。はい、アレルギー食品なんかもそうだと思うんですよね。うん、そうすると地域全体としてどういうふうに持っているのかとか、はい、どこから支援してもらってどういうふうに配るのかっていうようなことも含めて、うん、はい、いろいろ計画を立てておくっていうことが重要になってくると思うんですね。はい、でそもそもだからそういうニーズってどれぐらいあるのかっていうのも知らなきゃいけないですし、はい、
どれぐらいバラエティに富んだことを考えなきゃいけないのかっていうことも、はい、当事者の方々に参加していただきながら、はい、事前に検討しておく、まあ、蓋を開けてみるとまた違った問題出てくると思いますけれども、その時にも特別な配慮が必要な人たちが声を上げやすい環境を作ってあげるっていうことも含めて、避難所の運営っていうのは非常に重要になってくると思いますね。本当ですね、まあ、災害関連死というのが避難所の中で起こるっていう状況もありますので、避難所運営というのはとても重要なポイントになってきますよね。そうですね、先ほども言いましたけれども、困っている時に自分に飲み込んじゃうっていうケースが日本人の場合特に多いとされてるんですね、はい、みんな苦しいんだからちょっと我慢しなきゃ、でそれが講じると本当に体調を崩してしまうことになるので、はい、わがままっていうのとなかなかグレーなところはあるんですけれども、はい、それにしても溜め込まないで、私こんなに苦しいんですと、はい、あるいはこういうものが必要なんですっていうようなことを素直に言えるっていう環境を作っておいてあげないと、体調を知らない間に崩してしまうっていう人を大量に出しかねないっていうことは知っておかなきゃいけないですし、じゃあその話しやすい環境、拾い上げやすい環境ってどういうものなんだろうっていうことを事前にみんなで考えておくっていうことは重要だと思うんですね。はい、なかなか今の時代密につながっているという人は多くはないんじゃないかなというふうに感じています。具体的にはどういったことから始めていったらいいんでしょうか。まずは防災は挨拶からっていうことなんで、はい、近くの方々にまずは挨拶していただく、はい、つまり私ここにこんな形でいますよっていうことをお互いに知るっていうことですね。それから小さいお子さんがいらっしゃる方は、例えば保育園とか幼稚園のつながりっていうのがあると思いますし、はい、小学校に通っているお子さんがいらっしゃる方々はそこのつながりっていうのが存在すると思うんですね、はい、で、いろんなネットワークが地域の中には実はあるんですけども、はい、それがつながってないんだと思うんですね。で、そのお母さん方、小学校の保護者の方々のつながりと、はい、例えば老人会のつながりみたいなものが合体すると、はい、結構強固なネットワークになってくると思いますし、はいはいはい、そこにお母さんお父さんを通じて今働いてなかなか平日昼間には来れないんだけどっていうような人たちにもつながるんですね、はい、世代を超えてとか職業の枠を超えて、あるいは、忙しさの程度を超えて、はい、いろんな人がそこに関与するっていうようなことを、一人の人が全部の人に声かけるのは難しいので、そうですね、そんなことは不可能と言っていいと思うんですけども、はい、でも誰かとはつながっているっていうのであれば、うん、そのそれぞれが持ってるネットワークを活かしながら、はい、上手につながっていくっていうような社会、地域社会を作っていくのが重要なんじゃないかなっていうふうには思いますけど、うん、まあ、その地域防災力を高めるためにはやはり一人一人がもう少し意識を高めるというか、自分ごとのように捉えて考えていくのが重要かなと思うんですけれども、個人個人のその防災に対する意識を高めるために、はい、先生はどうしたらいいというふうにお考えですか。そうですね、今丹羽さんにおっしゃっていただいたように、災害っていうのは自分にも降りかかってくるものだっていうふうにまずは考えていただく必要があると思うんですね、はい、うん、で最近、気象災害、水害とかですね、はい、そういうものは本当に頻発するようになってきてますので、そちらはかなり身近に思われる状況になってきてるんではないかと思うんですけども、地震もまれに起こるから何とかやり過ごしていられるんですが、はい、必ず起こりますので、はい、でもいつ起こるかわからないので、なんとなく次にっていうふうに思っちゃうんですけども、はい、仮に今こうやって番組をさせていただいている私や丹羽さんが生きている間にはないかもしれないけど、はい、うん、でも我々の子どもたちとかその次の世代は必ず震災に見舞われるので、はい、そう考えると今我々が備えないっていうことは、はい、災害に弱い、震災に弱い子を育てるってことにつながるっていうことを意識した方がいいと思うんですよ、はい、何もしない親を見て育つ子って、はい、きっと備えないと思うんですよ、うん、でさらにその世代に育てられた次の世代って、なんだ備えなくても大丈夫じゃないって思っちゃうと思うんですね、はい、でいつか災害に遭遇する人は出てくるんですけども、その時に今よりもさらに災害に弱い状態で遭遇したら
まあ、それこそ悲惨になってしまうと思いますので、うん、いつか災害に見舞われてしまう誰かのために、もちろん自分のためにも備えていなきゃいけないんですけども、はい、仮に自分はそういう目に遭わなくて済んだとしても、いつかそういう目に遭ってしまうであろう自分たちの次の世代、うん、さらにその次の世代のためにも、はい、今しっかり災害について向き合うということをしていただきたいなというふうに思います、はい、そうですね、はい、さあ改めてになってしまうんですけれども、先生ズバリ、はい、地域防災力を高めるために必要なことを改めて教えてください。人は一人では生きられないというふうに思います。ご飯を食べて、うん、お仕事をして、はい、子供と一緒に暮らしているわけで、はい、そういうところにはいろんな人が関わってるんですね。で、そのいろんな人の力を借りながらみんな生きてるっていうことをやっぱり改めて認識をした方がいいと思うし、はい、みんなが健全であってこその地域社会であるっていうことを、うんうんうん、認知することで、私が困ってる時には助けてもらうだけではなく、はい、誰かが困っていたらちょっと手を差し伸べようっていうような思いを持っていただくことがベースにあるではないかなっていうふうに思うんですね、はい、もちろんできること限られるんですけども、一人一人の力は非常に小さくても、その力を結集させれば結構大きなことができると思いますし、はい、助ける力にもなってくると思います。で、人のことは私は知らないよっていうのではなく、ちょっと周りの人に興味を持って関心を持って、あるいは何か助けられないかなっていうふうに思っていただくっていうことが、まあ、地域防災力を高めるっていうことの、はい、まあ、第一歩になるんじゃないかなっていうふうには思っています。人は一人では生きていけないですもんね。やはりみんなで助け合って、はい、地域で助け合って生きていくというのが大事なんだなというふうに本当に感じました。この時間は名古屋大学減災連携研究センター強靭化競争部門特任教授の新井信夫先生にお話をお伺いしました。特別番組暮らしと防災チャンネル、この時間は地域防災力を高めるためにというテーマで、名古屋大学減災連携研究センター特任教授の新井信夫先生にお話を伺ってきました。防災は挨拶からということでね、先生のお話にもありましたが、地域での声かけ、地域での助け合い、その地域防災力を高めることが本当に重要になるなというふうに感じました。新井先生のいらっしゃいます名古屋大学減災連携研究センターには、一般の方も防災や減災に関する最先端技術などを見ることができる減災館が併設されています。現在は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため来館を休止または一部制限していますが、減災館のホームページではオンラインコンテンツ減災館バーチャルツアーを閲覧することができます。パソコンやスマホからウェブ上で減災館を自由に見学することができます。ぜひアクセスして体感してみてください。特別番組暮らしと防災チャンネル、ここまでのお相手は防災士の丹羽真由美でした。メディアス FM スペシャルプログラム 83.4 メディアス FM 防災デー暮らしと防災チャンネル、暮らしと防災チャンネル。